どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。なつきです。アンナです。自由です。よろしくお願いします。愛します。はい、ということで、マインクラフト、今日もやっていきましょはい。う。はい、ということでね、前回木を集めて終わったんですけれども、なぜ木を切ったかというと、アンナが木の枝をすべて松明にしてしまったって言って、木がない、木がないって言って、じゃあ木を取りに行こうっていうことで木を取りに行きまして、木を取ったわけですよ。そんなこともありましたね。そんなことしかなかったんですけどね。うん。で、今もう木は結構取ってきたので、たんまりあると思います。ある程度の準備ができたので、行きましょい、しょい。は行きい、まじしょい。ゃあ行きますか。どこやったっけ？裏です。我が家の裏です。こっちで我す。が家の裏。こっちです。我が家。もうここ私たちの家です。はい、この裏に ウィッチ。こんなところにウィッチ出る？入れるやろマジか。うわ、たげられた、たげられた。う。へへへへへ。あ、鈍どこ足、行った？鈍足。あ、毒、鈍足、は鈍足。い。足早くなった。こっちから行こう。はい、いよ。もう今日はね、前回ちょっとバラバラに動いて、私がとても大変なことになってしまったので、今日は一緒に動いて、少しでも危ない目に遭うのをなくそうと思います。あ、待ってよ。こっちはつながってるね。後ろだね。はい。こっちは、行き止まり。集めて、ちょっと早いうちに、ちょっとダイヤ見つけたいんですよね。ダイヤ見つけて、ダイヤ実験を作り、前回見つけた、プチなネザーゲート。前回というか、第1回で見つけた、プチなネザーゲートを、ちょっとネザーとつなげて、まあ、ネザーに行き、あれっすよ。そうですが、おっさんっすよ。おっさん。ブレイズが落とすね。ブレイズロッドを早々に入手し、エンダーマンを倒し、エンダーパールをエンダーアイに変更し、ちょっとここ危ね。また私一人で落ちるところやったやんか。エンダーアイに変更し、エンドポータルを早々に見つけていきたいなと思いながら、まったり。はい？何？それぐらいの何落をとし知り穴まなしんとでもないわ。た？ははそれぐらいの落とし穴なんとでもない。どこから登るん？基本的に私はそこにマグマがあったりするからね。
登れた。なんか知らんところに出てきちゃった。ねえ、あ二人れ？で一緒に行こうって言ったのに。つながってると思ったらつながってなかった。二人で一緒に行こうって言ったのに、落とすで。わあ、こっちもつながってる。なんか変なつながり方しすぎてもうようわからん。何？溶岩流れてた方にもなんかちょっと先つながってるっぽい雰囲気あるんやけど、これがどこにつながってるかやね。あ、真っ暗やからどこもつながってない。初めてかな。編集してる時にさ、この早送りとかするけど、この撮ってる時のカタカタカっていうのの早送りの音めっちゃ気持ちよすぎてさ、編集してる間にエソになるのね。何が起きた？落ちた。この上もすごい。うわー、すげえ。すげえな。これ絶対マークつけとかな、わからんようになっちゃうな。ほい。マークつけといて。よいしょ。私はこっちの石炭を掘りますと。ね、今回の選手に行動するかというとね、ハンドが無理になるっていうのもちょっとあるんですよ。はい、そうですね。アメリカの人は多分一人でね、ハンドに行ってね、誰とか見つけて帰り道が分からへんと言い出すのを阻止するためっていうのもあるんですよ。大いにあげるよ。ていうのもあって、うわー、そこから離れようとしてるからですね。今回はこの銅鉱石、これは必要がないので、銅鉱石は集めません。まだそんなに使い道ないしね。そうなのよね。いや、これは掘ればいいんじゃないか。なっちゃんが邪魔やった。なるほど。ああ。すまんね、邪魔をして。あ、えっとね、ウーパールーパーは、この水の入ったバケツ、そう。説明するここにもおね。るけど、これ捕まえたら水が前や。あれ？捕まえれない。なぜだ？なんか水はすごい持っていかれんねんけど、ウーパールーパーが入り、あー、ごめん、殴っちゃった。ああ、かわいそう。私ウーパールーパー捕まえれない体だわ。あら。あんな、ちょっとこれバケツ、嫌われてるんバケツちょっとこれさですよ。あげるから、ちょっと拾ってきて。これ、はい。
どこ？あれ？消えた？あ、これ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 。この子この子。この子です。はい。なぜ？嫌われてるんじゃん。ルパルパに。色が違う。色が違うだけか。あ、粗いディープスレートに、危ねえ。生成される鉱石もあります。なるほどね。じゃあこっちはこんなもんかな。ぶっちゅう。はい。え？行きましょう。はい。下もあるのよね。天使。あ、行き止まり。ラピス。ラピス？ラピスは用途増えたんかな？ いや、今のところ用途は増えてなかったと思う。かわいそうな声。染色か、経験値エンチャントに使うくらいかな。あ、なるほただど。ね、1.17要素で、ラピスがあったところから1、2、3マス開けて、4マス目、北に向かってやけど、北がどっちなのか。がどうした？こっちやから向こう側に4マス目。ちょっとごめんよ。1、2、3。ここを、まあ、直下掘りしていくとダイヤがあるという噂なんですよ。PC 版ではあるんですよ。果たしてそれが、まあ、PS4 版でもあるのかどうかっていう検証をしたいなって思ったのと、まあないか。ねえな。で、諦そもめそももが、感じ。PS4 の北側っていうのが、果たして本当に地図でいう上なのかどうかっていうのもちょっとあるよねって感じ。まあ、ええまあちょっと検証ならずということで。やん。じゃんじゃん、うわ、じゃんじゃん。うわー、おお、大空洞ですな。すげえ。でもこれはワンチャンありそありそうです。ああ、またウーパールーパーが。う。ああ。ちなみにウーパールーパー何色か色あって、配合することによって超レアな
青いウーパールーパーが生まれる確率が1200分の1やったっけな。まあなんぼかに1匹って言われてまして、某実況者の方が、まあ、ウーパールーパークを作るという企画で、青いウーパールーパーが残り、青いウーパールーパーが欲しいと。で、青いウーパールーパーを出すのに12時間かかったっていう話ですね。で、これが新しい石、ギハイガンって読むんかな？これもまた新しく。え、やった！ちょ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 、助けてー！あんな視点も取っといてほしかったわ。ちょっとかまどを作りますか。かまどを作り、まあ、ちょっと溶鉱炉は作れないんで、まあ、ちょっと効率は悪くなりますが、ちょっと喉が渇いたので失礼をば。にゃー。なってた。渡しといたで。よいしょ。何？なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、イエーイ、やったじゃあ私持ってないんで、アンナ拾ってください。ー。イエーイ。1、2。2個かな？ 2 個ですね。まあ、拠点に1個あるんで、それでピッケル作れるっちゃ作れますね。やったじゃあ、目標達成ということで、どうします？一回戻ります？それともこのままちょっと探索もうちょっと続けて。ー。もうちょい続けます。なるほど。じゃあちょっとこわしんなには。2個で終われるか。出た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 。アンナのよく分かれへん魂に火がついた。2個なんかで満足できるか。